それでは定例会見を始めたいと思います。まず中間発表をございます。はい、それじゃあ私から2点発表させていただきます。まず第1はですね、富山ロケーションシステムの本格運用開始ということでございます。で、まあ、これ施行先月やっておりましたけれども、施行期間も、まあ、一応踏まえて改善もしてですね、この11月18日から本格運用を開始するということでございます。で、お手元資料にありますように、バスを運行する、まあ、13の市町、民間の交通事業者5社ですね、そして県内全域を網羅しました約220路線を対象にしまして、まあ、その中にはコミュニティバスとかドラえもんトラムなども含むと。ただデマンドバスはどうしても不定期になりますから除くと、こういうことになっております。で、この本格運用に際して追加される機能ですけれども、バス停、便を利用者が設定することでですね、到着案内メールの受信が可能となりまして、何時何分に到着するといったような情報が入るわけでございます。また、ルート検索については、英語から中国語、これは反対時、反対時、まあ、両方あると。それから、韓国語、タイ語表示にも対応できる。また、バス位置情報等については、英語表示に、で対応するということでございます。それから、利用アンケートを踏まえた対応としまして、試験運用期間中にですね、利用者からいただきました意見についても、まあ、最大限反映するということにしておりまして、バスの位置とか、また運行情報が、まあ、正しく表示されないといったような、まあ、不具合などについては、まあ、原因はここに記載した通りですけれども、まあ、それぞれここに書いたような、まあ、対応もすると。それから操作が多くて検索しにくいとか反応が遅いとか、まあ、アプリの方が使いやすいといったようなことについても、まあ、できるだけ、まあ、対応しようということで、例えば路線検索の表示もですね、まあ、市町村ごとに単に並べてあったのを県の中の富山県の中の実際の例えば朝日町とか高岡市とか実際の位置に対応したような形に修正して分かりやすくするとか、からバスの位置もですね、点だけで表示してあったのをルートを表示して、まあ、ここからここ行く途中のこの辺にいますといったことが分かるように、まあ、修正をして、まあ、できるだけ利用しやすくしたということでございます。なお2枚目にですね、試験運用の結果概要なんかもございますけれども、県内全域を対象として11日間実施しまして、システムへのアクセス数は10日間で、初日はカウント設定ができていなかったそうで、まあ、10日間のアクセス数ですけれども2090人となっております。で、アンケートへの回答は113件ですけれども、まあ、また内容をご覧いただきたいと思いますが、まあ、スマートフォンを利用された方が非常に多かったと。それから使いやすかったかというと、まあ、試行期間ですから読めないのかもしれませんが、使いにくかったという回答が多かったと。で、しかし、本格運用されたら利用する方に対しては、利用するという方が、まあ、75と非常に多かったと。また、鉄道路面電車、バスを利用しているかということについては、あまり利用していないといった方々も結構36とか結構多いんですけれども、まあそういった方々がアンケートに応じていただいたというのはですね、こうしたシステムへの関心がお高いということの表れだとも見れるわけでございます。まあいずれにしてもですね、こうした試験運用をしてみた結果、いろんなまあ、教訓というか改善点が見つかりましたので、まあ、これを踏まえて18日から本格運用いたします。
まあ、また記者の皆様もご利用いただければと思いますが、なおですね、この利用方法について、職員の方からデモンストレーションしてもらいますから、ちょっとやってください。現在のシステム整備を委託しています事業者においてはですね、試験運用期間中から引き続き、いろんな不具合の修正とか、またいただいたご意見の反映に向けたシステム修正を実施しているところですけれども、まあ、現在のデモンストレーション、まあ、現在のシステムでデモンストレーションを行いますのでご覧いただきたいと思います。じゃあ説明お願いします。それでは説明の方をさせていただきます。バスロケーションシステムのルート検索をですね、例示として使わせていただきます。ルート検索ということで、まずトップページからルート検索を選択するわけでございますけれども、例えば出発地を富山県庁と、そして到着地を高岡市役所ということで、まず直接入力するということになります。今ちょっと入力しておりますけれども、富山県庁と入力しまして、到着地を高岡市役所というふうに入力をいたします。でその後検索するというところをクリックいたしますと、3つのルートが示されてございます。こちらがですね、右の方に 1,2,3 と出ておりますが、1の富山市役所、富山駅前、高岡に行くというルートが出ておりまして、10時34分発、11時32分着ということになるわけでございます。で、まずこの1を選択いたしますと、このような形で、詳細なルートが出ます。こちら普段路線検索で皆さんおなじみの内容だと思いますけれども、愛の風も利用しながら高岡に向かうということになるわけでございます。で、その中で、運行情報のところをクリックいたしますと、このような形で、バス停の一覧がずらずらずらっと出てまいりまして、下の方ですけれども、こちら、今バスが、まあ、このケースですと田島というところを通常運行していると、いう表示が出るということでございます。で下の方の富山市役所が、まあ、まだちょっと出てませんけれども、その後出てくるということになります。またですね、地図で見るをクリックしますと、具体的にですね、今バスがどこを走っているかということが見えるということになるわけです。富山県庁もう少し右上の方にありますので、まあ、もう少し来るには時間がかかるかなということがわかるということでございます。その上でですね、今回のルート検索の中では、愛の風富山鉄道も入っておりまして、愛の風富山鉄道の運行情報というのも示すことはできるんですけれども、こちらは愛トレということで、愛の風富山鉄道さんがやっておられるサイトにリンクを貼って、そちらが確認できるということで連携しているということでございます。もしですね、よく利用される区間というのが終わりになる方につきましては、マイコースに保存するというようなことができる形となっておりまして、一旦保存したマイコースはですね、次回から簡単に調べることができるということになってございます。具体的にはですね、右上の方のマイ設定というところから、こういう形で富山県庁高岡市役所というふうにやっていただきますと、次回からは自動的に使えるということになりまして、このマイコースが5つまで登録可能ということとなってございます。ロケーションシステムですけれども、この他にですね、利用する路線から検索することですとか、バス停の名前から検索するといったような様々な機能を備わっているということでございまして、
こちらをぜひご利用いただきたいというふうに考えている次第でございます。以上です。はい、今説明あった通りですけれども、まあ、この富山ロケーションシステムですね、利用者の利便性の向上とか公共交通の利用促進につながる、まあ、大事な取り組みであります。で、先ほど申し上げましたように、まあ、試験運用をしてみまして、いろいろ課題も見つかりましたので、まあ、利用者からのご意見も踏まえて今本格運用に向けて、入念に準備いたしております。まあ、あの県としても、まあ、ホームページやチラシなどで PR いたしますけれど、またバス停でですね、QR コードのシールを貼りますなど、まあ、できるだけ多くの方に利用していただけるように努力してまいります。まあ、あの、県政記者クラブの皆様も、それぞれのお立場で PR にご協力いただければありがたいと思います。